車内に忘れ物がございませんよう、今行くぞ。こんばんは。はるばる来たぜ、博多駅。長かったです。四万十市を1時半に出て、今7時半、ちょうどね、6時間かかりました。それではですね、今から地下鉄の、空港線だったかな、に乗って、予約しているホテルの、最寄り駅、中洲川端駅まで行きたいと思います。福岡県に来たのは人生で3回目なんですけど、鉄道で来たのはね、初めてなんで、わけが分かりません。ちょっと今地下鉄待ちです。ちょっとね、電車寄りなのか逆流性食道炎なのか分かりませんけども、ちょっとね、胸焼きがします。とりあえず寒くないですね、福岡市今10度ぐらい、非常に暖かいです。中洲川端駅到着。ホテルはね、もうこの出口から40メートルぐらい、もう1分ぐらいなんで、すぐ近くにあるみたいです。大して詳しくないんですけども。一蘭の総本店だけは知ってます。このね、中入ったとこですよね。非常に近いけど激行列。一蘭は諦めましょうか。おそらくこの道で合ってると思いますけども、今日はね、まあ分かると思いますけど、12月31日大晦日です。到着、これかでね、今回泊まるホテルは次世代型のカプセルホテル、初めてと思いますけども、国内で3店舗ぐらいあって、東京と京都だったかな。で3店舗目に福岡。一般的なカプセルホテルとは違って、こう長いシェルターみたいなやつが一般的だと思うんですけどもね。こうね、縦に仕切られてこう天井が高い空間みたいです。外観撮りましょうか。非常に分かりにくい、これだけでした。海館宿泊施設なんでちょっと声は出せないんですけども、行ってみます。自分の部屋は C の19
ちなみにね、ここは、シャワーと洗面台とトイレ。シャワーですね。トイレ、綺麗です。って感じはこんな感じで、このベッドはね、電動で、電動リクライニングで、ベッドにフルフラットになります。で、あとこの照明と、あ、コンセントはこんな感じです。で、照明とこのベッドをね、動かすのはこの iPod でやります。フラットフローソファー、ちょっとね、反応が遅い。わー、これいいわ。調整もできるんで、自分が好きな角度ですね、止めれる。こんな感じです。で、ね、真っ黒はね、2つ。でこのね、ベッドの幅がね、120cm、 全然快適。天井も高いですね。ただね、テレビがない。普通カプセルテレフォンにテレビあるんですけどね。で、電気もこれで、アラームとかもね、このベッドを動かしたり電気をつけたり、ね、できるみたいです。あとね、ファン、暑い時はこうやってファンつけたりできます。こんな感じです。あとアメニティバッグがあるんで、この子ちょっと見てみましょうか。疲れた。
します。